どうも、みつでございます。今回は海面上昇について、話していきたいと思います。他にもね、資格の話とか検証に当選しましたとか、いろんなテーマで話していくんですけども、チャンネルの再生リストに分かりやすく分類されてますので、再生リスト上のね、上の方のこの動画もよかったらチェックしてみてください。あとこのチャンネルはですね、僕がいろいろ情報収集してね、バランスよくいろんな動画を出しておりますので、よかったらチャンネル登録の方もよろしくお願いいたします。それじゃあね、話していくんですけども、まあ僕ね、ちょっとこういう集まりに出まして、いろいろ役立つかなということをね、メモってきたんですよ。まあちょっとこんな感じでね、ただいかんせんちょっとこういう形でメモったんで、なかなかスムーズにこう話せないかもしれないんで、ちょっと時間ある時にね、ゆったりとこの僕の話を聞いてもらえばなと思うんですけども、で今回の話は地球温暖化によるね、海面の上昇っていう話なんですけども、まあ海面上昇はちょっと置いといてもね、まあ、地球温暖化に関しては聞く機会って多いと思うんですけどもね。で僕がちょっと別のね、情報で聞いてるのだと、まあ、地球温暖化とは違う内容によってね、条件によって海面が上昇すると、そういう話もあるんですけども、いずれにしてもね、ちょっと海面上昇っていうことを一つ頭に入れるね、一つのきっかけになればと思って、ちょっと話してみたいと思います。それでですね、キリバス、共和国というところなんですけどもね、ちょっとまあここで見るとですね、見えるかな、まあ、位置関係から言うと、まあ日本がこうですね、だからまあこの辺だからあれなのかな、まあ位置関係から言うと、まあちょっとこの辺、まあオーストラリアはここなんでね、まあちょっとオーストラリアのこの辺という形 でここをね、アップにしたものが、こういう形で、こう、小さい、島々からなっていてね、この赤く囲ってる部分が、キリバス共和国だよ、ということなんですけどね。でですね、この集まりに出たので、ちょっとね、これ剥がすと、まあ、こういうふうにね、ケンタロウ・オノさん、まあ、この、キリバスの問題を語るときにはね、まあ、この方が出ることが多いようなんですけどもね。まあ、あとは、キリバス共和国のね、南タラワ市の市長さんとか、あとは、東北大学の先生とかね、気象庁の方とか、こちらの方、仙台ユネスコ協会の会長さんとかね、理事さんとか、まあ、こういう方が、話していたんですけどもね。まあ、せっかくちょっと、これ今裏返したんで、この、ケンタロウさんがね、もともとは日本に住んでたらしいんですけどもね。で、ケンタロウさんが、今キリバスに住むようになったんだけど、できないことっていうのがね、あって、それが何かっていうとね、キリバスの方っていうのは、まあ、キリバスの男性っていうのは、ヤシの実に登ってね、この、なんていうの、実を絞る。要するに、ヤシの実ジュースっていうんですかね。それが、仕事らしいんですよ。まあ、素手でこう、ヤシの木を登っていく。これがちょっと、なかなかできないねっていうことと、あとはね、キリバスの方って、裸足で歩くらしいんですよね。ただ、それが、ちょっとできないね、ということをね、話していたんですけどね。まあ、確かにね、僕らもその、ヤシの実に、登るとかね、ヤシの木か、登るとか。まあそういうのって、実際まあなかなかね、やる機会ないし、常にこう、まあ靴履いてることが多いですから、素足でね、歩く、素手じゃなくて素足ですね。素足で歩くっていうことが、ちょっとできないと思うんですけども、それでですね、ちょっと海面上昇のね、部分で話していくと、キリバス共和国っていうのはね、標高が、最高ね。まあ、要するに、まあ、なんていうの?その、海からの、まあ、高さですよね。
これが、一番高いところで、南タラワ市のね、標高3メートル。これが、最高の高さなんだよ、ということなんですよ。それでね、キリバスの建物っていうのは、3階建てが最高だと。日本だと、もう、何十階っていう高層ビルいっぱいありますけどもね。キリバスに関して言うと、標高3メートルが、一番高いところで、建物自体も、3階が最高なんだよと。そういうような話なんですね。あとはですね、なるほどなと思ったのが、この、仙台ユネスコ協会の方がね、キリバスに行ったそうなんですよ。2022年の11月か12月あたりって話してたかと思うんですけどね。で、その時に、どうやって行ったかっていうと、日本からね、ドイツのシドニー、さらに、フィジーで一泊して、キリバスにね、入るということで。まあ、もちろん直行便は、ないんじゃないかなっていうイメージがあると思うんですけども、まあ、なかなかね、行くのも大変です。あとは、キリバスに行くとね、日本の車っていうのが、結構見かけることが多いそうなんだそうなんですよ。それで、日本の車がね、多いんだけど、〇〇ドライブスクールとかね、書いてあって、まあおそらくね、日本で乗ってた車、まあ自動車学校とかで使ってた車が、もう古くなってね、まあそういう車がこう、キリバスの方に輸入されて、来たんじゃないかと。で、例えばね、キリバスで車が故障したとするじゃないですか。そうするとね、もうなかなか修理ってできないみたいなんですよ。で、こちらのね、ケンタロウ小野さんが言ってたんですけども、特に、プリウスみたいなね、まあ、あれ半分電気自動車なのかな。ああいう車だと、もう壊れちゃったらお手上げみたいなね、そういう状態なんだ。そうなんです。まあ、あとですね、まあ、キリバスの学校っていうのは、英語とキリバス語をね、学習してますよ。あと、キリバスのね、キリバス共和国の中の、市長さんが、さっき、こちらの方にね、紹介できたかと思うんですけども、キリバスっていうのはね、挨拶があって、マウリっていうのがね、挨拶なんだそうなんですよ。いや、日常的に使われるね。で、あなたに祝福をっていう、そういう挨拶なんで、まあ僕らで言ったら、まあ、こんにちはみたいなね、こんにちは、あなたにね、いいことがありますようにみたいな形なんで、マウリっていうね、のが、挨拶と。で、ズームで、繋いだんで、マウリーっていうね、こちらも言って、まあ向こうも、マウリっていうね、まあそういう掛け合いがあったりしたんですけども、で、結構ですね、自由にこう、過ごしてるんじゃないかなっていうふうにね、思ってると思うんですけども、まあもちろん、自由に過ごしてる部分っていうのはたくさんあるんですけどね。海岸線の部分にゴミが多いらしいんですよ。で、ケンタロウさんがね、日本人がこう、キリバスに行くときに、伝えることがあって、キリバスに行くならね、ゴミは、持ち帰ってほしいと。まあ、特に、プラスチックですね。紙とかは、なんとかこう、焼却できる、みたいなことは話してたんですけども、まあ、とにかくですね、ゴミの問題が大変なことになってて、ゴミの集積所っていうのはあるんですけども、まあ、そのまんまね、置かれてるような形だと。あとはですね、まあ、プラスチックの、問題があったりね、他には、その、太平洋戦争の時のね、日本の戦艦なんかも、そのまま、残ったりしてるんだよと。まあ、そういうようなことですね。あとは、キリバス人っていうのはね、お米を割と食べるらしいんですよ。ただ、キリバス内では、お米をね、作ることができないので、輸入してると。まあ、そういうような話ですね。まあ、他にはですね、キリバスのね、キリバス人の冗談っていうのが
あるんですけども、世界の人々は時間に支配されている。まあ僕らなんかもそうですよね。何時まで会社行かなきゃいけないとかね、まあ何時に帰んなきゃいけない、もう会社出なさいみたいなのあると思うんですけども、キリバス人はね、時間を支配してるんだ。ただ、時間にはね、支配されてないんだけども、潮のね、満ち引き、まあこれは関係するんで、まあ我々はね、時間には支配されてないんだっていう、まあ自然と共にね、共生して生きてるんだよというね、そういう冗談が、あるそうなんで、そちらもね、ちょっと頭に入れといてもいいのかなと思うんですけどね。まあ、あとですね、僕がちょっと見た資料だと、具体的には載ってなかったんですけどね。この最近ちょっと入手した、この資料ね、この、宮城県の富谷市さんがね、作った資料だと、こういうね、まあ、ちょっとこんな感じ、見えますかね、こんな感じで。で、ここにですね、どんな感じで、海面がね、上昇しているのかというのが、載っていたのでね、こんな感じ。首都タラワにある、バイキリ漁港っていうんですかね、これが水没しちゃったよということなんで、2012年の11月と、2019年の2月ということでね。まあ、やっぱり、そのね、一番高いところで標高が3メートルですからね。やっぱりこういうもう、海沿い、海岸沿いなんかは、もうこんなになっちゃうよということでね。まあ、これですね、浸水被害ですかね。まあ、こんな感じで、まあ結構ね、大変なことになってるんで、こちらはね、食べ物が毒を持つようにということで、食料危機ですかね。海水の水温が上がりすぎると、海の中のサンゴは死滅してしまいますということでね。サンゴがなくなると、海の中の生態系のバランスが乱れるため、今まで取れていた魚が取れなくなったり、毒を持つようになりますと。食料の多くを海から得ているキリバスでは、食料危機が迫ってますということでね。まあちょっとこんな感じですかね。まあこの辺が海面上昇だと参考になるのかなと思うんですけどね。他にはちょっとなかったかな。まあこんな感じでですね、まあ、こちらの話とかね、いろんなところでこう、あららごめんなさい、ゲットできる話だと、地球温暖化によってね、海面が上がると、そういうような話が多いと思うんですよ。で、そういうセミナーだと聞く機会は、たくさんあると思うんですけどね。だから、まあ、その地球温暖化を勉強して、それで海面が上がるなと思った方は、いずれにしてもね、海面上昇にちょっと意識を持っていっていただくということでいいのかなと思うんですけども、まあ、他の理由もね、あるんじゃないかなと思っている方は、地球温暖化はちょっと横に置いておいて、海面上昇ってね、どういうことで起きるんだろうと、そこにこう注目していく、これもいいんじゃないかなと思いますよね。いずれにしてもね、ぜひ海面上昇っていう部分もインプットしてってもらうと、いいんじゃないかなと思っております。それじゃあまたお会いしましょう。じゃあね、バイバーイ。またね、何かのきっかけになれば幸いです。バイバーイ。